はい、交渉です。抽象画っていうのはね、だいたい100年ちょっと前に、まあ、ヨーロッパの方で起きたキュビスムなんかの流れでできてきたもので、そもそもヨーロッパではね、数百年の間写実的な絵画っていうものがね、一般的だったわけです。それが、まあ、200年ほど前に写真が登場したことによって、徐々にその流れが変わってきて、絵画の果たす役割というものが変わってきたわけですよね。そのキュビスムっていうのはどういうふうに大きく抽象絵画の方に向かったかというと、ピカソとかブラックって言われるね、まあ有名な画家さんが始めた芸術運動なんですけどね。目の前の対象物を幾何学的な模様で、で、キューブで表して、キャンバスの上に表現するっていう、そういうところから始まったわけなんですよ。同時にね、ドイツの表現主義ですとか、自身のその内面の部分を描き出す、精神的な部分を描き出すっていう、目の前の対象物ではなくて内面的なものを表現する、まあ、カンディンスキーとか、その他、マルクもね、抽象絵画ですけども、そういったもの、それからモンドリアンとかね、そういった画家さんがいて、で、まあ、ドローネさんなんかもね、フランスの画家ですけども、もともとキュビスムの一派ですけども、カンディンスキーなんかに誘われて、青騎士というね、まあ一つの表現主義のグループなんかに入ってね、そして活動して、よりその内面の精神性をキャンバスに表現するという運動が起きてきたわけです。ところが、第二次世界大戦が始まる頃になるとね、ドイツのナチスですよね、ヒトラーのナチスが、やっぱりその、新しいそういった芸術運動というものを弾圧したわけですよね。古くからの古典的な絵画というものがやはり必要ですということで、そういった新しい芸術運動を弾圧するようになったために、やはりそういった画家さんはですね、そういう活動ができなくなっちゃって、アメリカの方に移った人もいますし、それから活動をね、制限しないといけないようになった方もいるわけですよね。で、戦後ですね、第二次世界大戦が終わった後は、アメリカの方、このアメリカの方はね、全く戦争の影響を国土は受けてなかったので、アメリカの方で、そういった新しい抽象絵画、抽象表現というものがね、また、出てくるわけです。それが、ジャクソン・ポロックなんかですね、まさにライブペインティングっていうことですね。大きなキャンバスにね、絵の具まみれになって描くような、ああいった絵のスタイルっていうのが生まれてきて、それでそのポップアートみたいな形になって現代に至っているわけですけども、やはりね、抽象絵画っていうものは非常に歴史としてはまだ100年と少しぐらいの歴史ですのでね、まあヨーロッパでもそれまでの間長らく写実画が一般的だったわけですから、日本においてはもっとですね、その歴史は浅いわけです。はい、やっぱり戦争の影響もありましたし、戦後の日本に抽象絵画っていうものがね、やっぱり入ってきたのはだいぶ遅れてからなんで、どうしてもその中で抽象絵画を描いたり表現するっていうのはなかなか大変なことだったと思うんですよね。だからまあ岡本太郎さんなんかでも本当にね、その時代と戦ってこられたと思うし、その時代にあったそういう画壇とかね、古くからの芸術家のグループね、そういった方々からはやっぱり忌み嫌われた部分があると思いますし、本当に戦って自分自身を表現しようとされたなと、本当にまあ尊敬するわけです。で、今ね、私がこういった形で抽象絵画っていうものに取り組んで、そして自分の内面をまあ表現する目的ですよね。これについて次にね、お話ししとかないといけないと思うんですが、やはりね、この現代において、今本当にね、世の中が混乱してます。いつ何が起きるかわかんない。本当にそういったね、一寸先の見えない暗い世の中ですよね。戦争も起きます、自然災害も起きます。そういった世の中で実際ね、その人々が何を求めてるかということなんですよね。絵の果たす役割っていうものを考えたときに、ヨーロッパなんかでは、まあ絵を部屋に飾る文化っていうのはね、ずっと大昔から続いてますけれども、日本では絵を飾る文化っていうのはそれほど庶民の間ではね、なかったと思うんですよ。それは一つは、戦後しばらくの間はね、本当に古くからの、戦前からの日本建築がやっぱりもう一般の庶民では普通のことでしたしね、鉄筋コンクリートのそういった現代アートが、まあ似合うようなリビングですとか、部屋っていうものがね、なかなかなかったっていうことも一つはあると思うんですけれども、もう今のこの現代においてはね、ほとんどの家にこういう
抽象画ですとか現代アートっていうものは合うような形の部屋にはなってます。実際そういった建築になってますので、そこでねやっぱりその絵を毎日眺めて、そしてその絵からですねエネルギーをね感じてもらって、そして少しでもね皆さんがやっぱり生き生きと本来の自分が自分であるために、本来の自分であるために絵を飾ることによって、その絵からいろんなですねエネルギーを受け取っていただいて、そして究極の目的はやっぱり本来の自分自身に戻ってもらう、これがやっぱり一番の目的です。本来自分がやりたいこと、好きなこと、そういったことに没頭できるように、自分自身の魂を解放するとでも言いましょうか、そういった形で自分自身が生き生きとですね入れるようにしてくれる絵画っていうものをやっぱりね目指していかないといけないと思ってるんですね、うん、それが私がまあこういった抽象絵画を、ね、制作するという大きなね目的になりますのでね、はい、まあエネルギーを感じていただければなというふうに思います。で、私自身はまあ特にそのエネルギーの中でもね、まあ、こういった暗い世の中ですから、ポジティブなプラスのエネルギーでやっぱり皆さんのねポジティブな感情ですとかポジティブな思考行動、こういったものをですね喚起させるような、そういった絵画を目指して、魂を込めて絵を描いてますので、ぜひねこの生の絵に触れていただければなというふうに思います。それではまた。